どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、というわけで今回ですね、佐賀県にあるラーメン屋さんですね、一味ラーメン、トステンさんにやってまいりました。はい、でこちらですね、豚骨ベースの、博多風なね、豚骨ベースのスープのラーメンが楽しめることで今回やっていくんですけれども、激辛玉と言われるね、こう薬味があるんですけれども、もともとあるこの豚骨ベースのスープのラーメンにですね、激辛玉と言われるこの薬味を足すと激辛ラーメンにこう仕上がるということでね、挑戦していこうかなと思います。まあね、この激辛玉を、5合ぐらいこう投入して楽しんでいきたいかなと思います。それではね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。一味ラーメンで3から食った、スープが真っ赤でマジでクソ辛い、しかしうまかったと。まあなんかこうね、いろいろ期間限定でやってたりとかするんですけども、まあ実際にね食べてみないとちょっとその辛さはわからないということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけどね、非常に広々とした店内でですね、カウンター席、そして座敷席といってね、さまざまな利用用途で使えるんですけれども、これね、まあいろいろラーメンがあるんですけど、海苔ラーメン、きくらげラーメン、もやしラーメンとか、チャーシューラーメンとか。いろいろあります。まあラーメン以外にもね、餃子とか、ご飯もの、そしてビールとかあるんですけども、ありました。でね、これね、これ通常のラーメンで、これ薬味があるんですけども、薬味抜き少なめ半分、普通 1.5 倍から2倍から3倍からということで、これね、薬味でプラス、今回ね、この3倍からにプラス激辛玉を、5つ、加えました。で、これ薬味見ますと、通常の薬味より辛さを追求した、特製薬味、通常の薬味に足すことでさらに刺激的な旨辛な味わいをお楽しみいただけます。辛いので味を見ながら追加くださいということで、楽しみですね。はい、まあ、ちょっとね、どれぐらいの辛さか、非常に楽しみです。あ、来たー、来ましたー。うおー、こちらが、海苔ネギラーメン、3倍からの激辛玉5つということで、うわー、これうまそうだな。これネギめちゃくちゃてんこ盛りですね。いただきます。さあ、海苔ネギラーメン3倍からの激辛玉5つ、お手並み拝見ですよ。で、うわー、すごいね。もうネギの香りが香ばしく漂うと言いますけれども、このね、この上に乗っているのがこの3倍辛の、薬味ですね。で、こちらが激辛玉ということで、これちょっとね、とりあえずちょっと置いといて、3倍辛バージョンからちょっと食べていきましょう。まずスープから。あっさりめな豚骨って感じですね。うん、あー、これうまいわ。じゃあちょっと薬味を足しつつ、ちょっとこっちのスープも、おいしい。じゃあちょっと麺もこの絡めていきましょう。じゃあちょっとね、続いてこの激辛玉を加えていきましょう。ちょっと溶かすのがこれ大変かも。はい、じゃあいってらっしゃい、激辛玉さん。溶かすのがこれ大変ですね。ちょっと溶けづらいね、やっぱ。いってらっしゃい。激辛玉入れたバージョンですね。じゃあちょっと激辛玉全部、溶かしたんで、これいきましょう。いただきます。素晴らしい、パンチが効いてますね。替え玉しちゃおうか。すみません、替え玉いいですか。麺の硬さ、肩で、はい、これは美味しい、うまいね。非常にこの刺激的な、味わいの薬味ですけれども、ちゃんと美味しい。これ替え玉専用のこのタレがあるということで、基本はね、これ麺を入れて、このタレを一周円を描くぐらいがちょうどいいらしいんでね、これ入れていきます。いってらっしゃいと。替え玉のタレを、
もうあれですね、もう完全にこの博多ラーメンみたいな感じですね、豚骨の。うまっ。ちょっと後半戦もいただきます。具材は、食べ終えたところで最後ね、この激辛玉5つと、3倍辛の、ね、薬味が、入ったこの激辛スープを飲み干してこの激辛バトルにキレをつけたいと思います、うん、やっぱりね、この徐々にこの口の中こうビリビリとこうしびれてまいりますけども、うまいね、うん、すごい、まだこんなネギいっぱいすごいね、いきます。ごちそうさまでした。それではカーサレブの発表していきましょう。一味ラーメントステンさんの、のりネギラーメン3倍からプラス激辛玉5つ入れカーサレブでじゃらららじゃん、カーサレブ6です。はい、6になります。うん、いやー、まあね、まずね、レフォルトバージョンのこの、豚骨スープ、なんですけど、非常にこうあっさりした、味わいで非常にこう飲みやすいスープですね。麺はね、細麺なんですけども、非常にこのスープが絡んで非常に美味しかったですね。細麺なんでね、結構わりかし、買い玉してもね、結構平気で食べられるぐらいのボリューム感なんでね、美味しいです、ね、買い玉おすすめ、うん、で、このね、激辛玉5つ加えたんですけども、やっぱこれやっぱ激辛玉というだけあってね、こう食べ終わった後にね、この口の中がこうしびれます、うん、心地いいこのしびれが非常にこの食欲をそそります。最後の方のスープは結構濃かった、うん、辛さが凝縮されてました、非常にね。で、今回のりネギラーメンこう頼みましたが、このネギもね、もう見ての通り、もう本当にね、こうてんこ盛りに入ってるものですからね、どこ食べてもネギがついてくると、麺にもネギがついてくる、スープもネギと、ね、最後飲み干す時もね、これでもかとネギが入って、ネギも非常にこうおすすめですね。結構人気メニューみたいなんで、ぜひね、来た際にはまあこれを食べてみてはいかがでしょうか。いや、美味しかったね、これね、一味ラーメンは、まあ、佐賀と、福岡中心に、やられているラーメン屋さんなんでね、近くに寄った際はね、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ちゃんと美味しく食べられる感想です。でね、別に激辛ラーメン屋さんじゃないんで、それ以外にもね、普通のラーメンありますんでね、まあ、ぜひね、ラーメン好き、そしてね、激辛玉好きの方はぜひお越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッターちょっと更新してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。